サニーイチロの食用チャンネル。イチロです。今回の食用チャンネルは洋の革命児新宿です。酸化の酸と書いて新宿。新宿はオリオン座の三つ星を表します。社交的で永遠の子供というようなピュアで明るく自由奔放さがあります。古いものを壊して新しい風を入れることができる冒険心あふれる革命家でもあります。自然に前に出ていけて面倒見の良さもあり、リーダーになれる資質があります。才気あふれて物怖じせず、目上の人から信頼されるので出世運もあります。注意する点は、感情で動くところがあり、短気で怒りっぽいところがあります。それが攻撃性となって敵を作ってしまったり、才気あふれるがゆえに自信満々からワンマンになり孤立してしまうことがあります。そして失言に注意。一言多くなることがあります。恋愛運、結婚運です。一緒にいて楽しいのでモテる人です。恋愛に対してもエネルギッシュで情熱的で濃い大きタイプ。自分の気持ちに正直なので状況によってトラブルを起こしがち。結婚は古い概念にとらわれず、自分たちのスタイルを築く方がうまくいきます。特に女性は共働きがよく、週末婚など新しいスタイルも向いています。同居はちょっと難しいかな。一方、男性は家庭的な女性の方が良いようです。エネルギッシュな新宿の方も休養は大切です。目を休ませてください。目が疲れてくると感情が荒れて体調を崩しやすくなります。それと寂しがり屋さんですので、気心が知れたお仲間とワイワイと過ごすこともリフレッシュになります。パイオニア精神があり、才能あふれる新宿。その才気をまっすぐに磨き生かし、持ち前の明るさとエネルギッシュさで豊かな人生を築いてほしいです。宿用で人生を豊かに。あなたのそばに宿用。イチロでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。